大型の台風10号は非常に強いから強いに勢力を落とし、対馬付近を北上しています。兵庫県では、昨日午後から局地的に強い雨に見舞われ、空の便や神戸空港と関西空港を結ぶベイシャトルなどが運休になったものの、特に大きな混乱や被害は見られませんでした。現在、兵庫県は台風の強風域に入っていて、 午前9時ごろ姫路の家島で最大瞬間風速が31.4メートル赤石で27.9メートルを記録しましたまた、強風の影響で JR 阿光線の愛宵駅から晩州阿光駅間で午前6時過ぎからおよそ3時間半にわたり運転を見合わせたほか山陽電鉄でも午前7時半ごろから東二見駅から 高砂駅間で運転を見合わせていて、風が収まり次第、運転を再開するとしています。今日は南風が入ってくる影響で、日が暮れた後も気温が下がりにくくなる可能性があり、熱中症にも注意が必要です。